ィンカーお願いします。反対お願いします。でハザードですね。ライトつけます。でハイビームお願いします。でサイドブレーキかけてください。あー、よく行ってそう。226で次ライト確認します。ライトつけます。40キロまでちょっとずつ出します、はい、40キロになったらパッシングしてください、はい、ちょっとずつアクセル踏みます。ブレーキ踏む際ライト今消してください。ライト消してちょっとずつスピード出していきます。ブレーキは離していいんです。でアクセルちょっとずつ踏みます。40になったらパッシング。はい、 OK です。ブレーキ軽く踏みます。ライトをまたつけてください。駐車ブレーキをかけ、ギアをニュートラルにしてください。ライトをギアニュートラルにしてください。そのままお待ちください。ライトを消してください。ライトを消しちゃって大丈夫ですね。ギアニュートラルのままでサイドブレーキ解除してください。でブレーキ離します。画面に指示が出たらブレーキグーッと踏む形。はい、またブレーキグーッと踏む。次サイドブレーキになります。ちょっとまだ離します。駐車ブレーキをかけてください。駐車ブレーキを戻してください。はい、 OK で前開いてますんでそのままお待ちください。そのままお待ちください。パーキングに来てサイド引いて、はい、でレンジ切る。レンジ切る。はい、で書類一式もらっちゃいます。はい。はい、でキースイッチを1個回して、はい、でハンドルを右に、右に、目いっぱい。
ライトオン。はい、5番窓口、窓口、3番、5番、はい、どうも、プロの業者に混じって2年に1度の車検は億劫になるもの。ただし検査官はとても親切。車は人の命をたやすく奪う凶器。普段の点検整備と車検に関わることが肝心。